皆さんこんにちは、水木アナの青色 TV、 イエーイ、始まりました。今日はやっぱりインスタ映えってずっとあると思うんやけど、今回はカフェに行かず家で作ろうの回です。はい、今回作るものはこちらです。じゃーん。はい、こちらはドリンクボトルなんですけど、すべて100均のもので作りました。ジュースは違うところで買ってきたんですけど、こんな風に100均のものだけでおしゃれなドリンクができちゃうので、ぜひ皆さんも作ってみてください。それではどうぞ。まずはダイソーで買ってきたものを紹介します。まずは100円で売ってたこちらです。じゃーん。こちらがスリムボトルです。じゃーん。こっちもスリムボトルやねんけど、少しだけ違います。ここにHave a good day って書いてるこの HGD と、ここにフリータイムですね。はい、一つがフリータイムと書いているボトルと、もう一つが HGD と書いて Have a good day と書いています。で、この2種類があったんですけど、容量が 350ml 両方とも入ります。で、キャップのところがグレーになってて、形的にはこんな感じで細いスリムなボトルになってます。はい、これでおしゃれなボトルを作っていこうと思います。ですが、まあ、この2つで作ろうと思ってたんですけど、もう1つ見つけました。じゃーん。これ、まあ、見たらわかると思うねんけど、ちっちゃい、クリアポンプです。これは、まあ、飲むことは絶対使わないであろうものなんですけど、このキャップを抜いて違うキャップを刺すといけるんじゃないかと思って用意しました。なのでこれにも使っていこうと思います。そしてこちらも100円でシールをゲットしました。このシールはこのスリムボトルにデコレーションする用のシールです。で、ちなみにこれ一つと、あともう一つシールを買いました。で、もう一つの方はインデックスステッカーといって、こういう服のステッカーになってるんですけども、ここが使えます。そう。最近のおしゃれのなんかボトルって、こういうのの真ん中にこういう白の四角いのを貼って、こう、店の店名とか書いてたりするので、なんかそういうのを再現できたらいいなと思ってこちらを購入しました。じゃあ、早速作っていこうと思います。まずは、こちらのボトルの後ろのシールを剥がしていきます。はい、綺麗に剥がせました。じゃあ全て剥がしていきます。これもこの後ろのテープも剥がしていきます。おー、綺麗にめくれました。はい、あと一つ剥がしていきます。はい、これで3つ全て剥がせました。この3つはジュースを入れるので、しっかりと洗っていきたいと思います。それではちょっとこちらを洗ってきます。はい、洗ってきました。キャップとかもしっかり洗ってきてください。じゃあ、ここに早速ジュースを入れていこうと思います。今回は用意したのはこちらです。じゃーん。ドリンク、エスプレッソ。そして、ドリンク、ストロベリー。そして懐かしのつぶみです。はい、あと牛乳を用意しておいてください。で、2層なるように作っていこうと思います。それではスタート。じゃあまずこちらの容器に牛乳を用意して、半分ぐらいまで牛乳を入れていきます。はい、もうちょっとだけ入れとこう。はい、で、次はエスプレッソを入れていきます。はい、それでは斜めにしてそーっと入れていきます。やーべー何してんの、やばい。ちょっとこぼれまくっちゃった。はい、じゃあ気を取り直してこちらのエスプレッソを入れていきたいと思います。いけ、赤、もう下手や。ちょっと一回なし。はい、気を取り直してちょっと直角に切ってみました。これでいけるんじゃないかな。
あ、もう一度そっと入れていきます。おおおいいね。はい、できました。じゃじゃーん、まずは一つ目完成です。いい感じになんかグラデーションっぽくなってて、すごいおしゃれ。まず一つ目です。じゃあ次二つ目作っていこうと思います。二つ目はどうしようかな。つぶみと牛乳。じゃあつぶみ開けていきます。じゃあ入れていきます。下にちょっとこぼれてもいいように敷いてます。いけー、おー、おいしそう。うわ、よいしょ。シンプルにこれだけでまず可愛い。つぶみだけです。でここに軽くミルクを入れます。さあどうなるかな。よいしょ、できた。じゃじゃーん、すごい。はい、2個目はつぶみとミルクです。このつぶみがいい感じに止めてるみたいになってるから、すごいいい感じに2層になりました。めちゃめちゃ可愛い。これはじゃあ最後ミニの方にミルクを入れていきます。ストロベリーか、このミニの方にストロベリーを入れていきます。おー、で蓋はこういう普通のペットボトルの蓋で入ります。280の、ボトルだとペットボトルがこういうのでいけて、他もうちょっと大きいのとかあってんけど、そういうのは、蓋が入らなさそうでした。じゃあキャップを洗って蓋を閉めてきます。はい、こんな感じでできました。なので上の部分はキリンと書いてます。はい、完成したのはこちらの3つです。じゃじゃーん。じゃあここにデコレーションをしていきたいと思います。はい、じゃあこちらの3つにデコレーションしていきたいと思います。シール、これを、これか、これハートにしよっか。この可愛いハートを使おう。ラブライク。はい、1つ目はこんな感じでできました。ハートちょっとキリオン隠すようにハートを貼ってます。これめっちゃ可愛い思って、この裏ハートいらんなシンプルがやっぱ可愛いな。はい、どんどん行こう。はい、2つ目はこんな感じでできました。そして最後です。最後はこちらを使っていきます。じゃあこれはできてからのお楽しみで。はい、ということで全てできました。はい、一つずつ紹介していきます。まずこれいちごのミルクを入れてちょっとピンクっぽい感じにしました。ピンクって書いてて、蓋もハートをしています。で次こちらですね。はい、真ん中にドーンとシールを貼って、下にちょちょちょんと貼ってます。これもまた可愛い。ここにもなんかいちごミルクとか入れたりしても可愛い。はい、じゃあ次最後です。最後ちょっとお店っぽくしたのがこちらです。じゃーんよーく見て、よーく。はい、こちら青ズカフェミルクコーヒー。 Thank you, have a nice day はい、でちょっと後ろはもう落書きしまくってた。なんかだんだん楽しくなって、こんな感じでお絵描きしました。まあこういう白いシールがあると自分の好きなようにデザインを描いたりとか、そしてこういう風に貼ったりとかできると思うので、皆さんもぜひ100均のシールだったり100均のボトルで遊んでみてください。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまたねー。